この動画はストーリーの途中です。最初から見たい場合は、概要欄またはチャンネルページの再生リストからご視聴ください。なお、外国語に対応した字幕をつけておりますが、自動翻訳ですので、精度が低いことをご理解ください。それでは、本編をお楽しみください。こういうふうにちょっとね、空いてくわけだから、まあ弥生さんなんかでお茶を濁しつつレベル上げなきゃいけないんだよ。だ数少ない、おお減った。趣味がマックス、違う恋愛が消えたんか、弥生さんだから、あーちょっと足りてない、そうか、芸能、バランスよく上げるくらいやったら突破するか。あとは基本的にエコーズか、テレビ局かで会える感じになります。こういう風によし、会話ができるっていうことは会話する項目が全部鍵かかってない、どっかは空いとるっていう話になるから、まあこれはこれで OK でしょう。おいっすー、よし、そやな、そうそう、文芸文芸、ここら辺でどんどん、だから趣味と芸能がまだ空いてないんよ。うん、例えばこの恋愛がもう不足しとってダメやろ、これ他のことあげなあかんがんよ。くっそ。で、文芸とかも終わってってなると、そもそもこういうイベントことが発生せんくなるから、なかなかそれはそれ大変なんですよ。ユキ、学校の方どうするのか決めてる？ううん。どうしようか。うん。俺は残っててほしい。だけど残りたいけど、現実がそうはいかんからな。でもどうかな。ユキは悲しそうに笑った。そうなんだよな、人気になればなるほど大学行けんくなるし、うん、まあ最終学歴は大学中退になるけど、よし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 、あまりこれやりすぎるとな。でも必要なんだよ。これで多分文芸が閉じるかな。どうやろう。閉じた。ああ、でも芸能開いた。よかったー。世間話とかやろ。うん。こんな感じで。文芸、レベル不足しとるから、他で上げなあかんし。うん。こう、鍵かかっとる場合は、まあ一定の条件下で解除される。そもそもレベルが足りてないってことがあるっていうね。仕事で嫌なことがあったときどうしてる？言った途端、ユキは俺の顔を覗き込んできた。トウヤくん、何か嫌なことあったの？いや、俺は別にないけど。ユキがあまり真剣だから、あんまり真剣だから意味もなく口ごもってしまった。本当？本当だって。ならいいけど。ユキはまだ不安げだった。本当に大丈夫だって。俺なんて下っ端だから困るほどのポジションじゃないし。そんなことないよ。トウヤくん、みんなから頼りにされてると思う。買いかぶりだって。そんなことないよ。自分に聞かせるみたいにもう一度繰り返す。リナちゃんも尾形さんもトウヤくんのこと褒めてるんだよ。にっこりと笑ってくれた。ただのお世辞ではないんだろう。俺が自分で思うよりずっとユキは俺のことを認めてくれている。そんな真剣な気持ちがリナちゃんやエイジさんにも伝わっているんだと思う。男としてもちろん嬉しいし光栄だと思っているけど、それはさ、ユキがすごいってことだから。あ？目をまん丸にして聞き返してきた。こういう素朴な反応は付き合い始めた頃から全然変わってないなと思う。こっちが質問しようとしたのに立場が逆になってるし。でさ、ユキの方はどう？改めて聞いてみた。え、私？仕事してて悩みってあるだろう？
そう付け加えてやっとどういう意味か分かったらしい。ユキは少しの間考えて恥ずかしそうに言った。うん、あるよ。うまく歌えなかったり、振り付けが覚えられなかったり。真っ先に出てくるのが人間関係じゃないところがユキらしいなって思う。そういう時ってどうしてる？美味しいものを食べて、ぐっすり眠って。ちょっと意外な答えだと俺が思っていると、ユキは照れくさそうに笑った。なんて、本当は言うほど簡単じゃないよね。リナちゃんともこういうこと話したりするけど、気分転換が大事ってことは分かってるんだけど、やっぱりできるだけ頑張るしかないって思っちゃうかな。そういったユキはいつものちょっと自信なげで控えめな俺の知っているユキだった。でもたまにはちゃんと息抜きしろ。俺でよければいつだって付き合うから。うん。素直にうなずくユキを見て、俺は少し複雑な気持ちになる。新人から売れっ子へ、ユキはこれからどんどん上に登ろうとしていく。まずは登っていく。アイドルとしての苦労やストレスも俺なんか想像もできないぐらい蓄積していくんだと思う。なのにユキが弱音を吐いたり愚痴をこぼしたりする姿を俺は想像できない。まあ、ただでさえ自分で抱え込むタイプやからな、今まさにすでに。自分の弱さ、全部自分の弱さだからって誰にも頼らずに、自分だけで背負い込んで、それでも夢を追っていける。俺が思っているより、ユキはずっと強いのかもしれない。もしかしたら俺なんて必要ないぐらいに。トウヤくん。俺の考えが分かったみたいにユキがこっちをまっすぐに見ていった。あのね、もしもね、私がお仕事のことで悩んで悩んでどうしようもなくなった時は、必ずトウヤくんに相談するから。恥ずかしそうな声で、でもはっきりとそう言った。分かってるって。俺はそう答えてユキの頭にポンと手を置いてやった。ユキはきっと自分がどんなに辛くても俺を気遣って俺に負担をかけまいとするだろう。だからこの先ユキが本当に俺しか頼りにできなくなった時、自分にできる精一杯の力でユキを支えてやらなければいけない。分かっているはずなのに、同時に俺はこうも考えていた。そんな時が来なければいいと。いやはや大変でござんすな。よし、連続するね。やばい、会話のストックがなくなってきとる。やばいな、世間話一発だったらマジで困る。ああ、よし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 。とりあえず、世間話、芸能、芸能、なるほどね。世間話、芸能、芸能か。どっかで恋愛と文芸あげとかんとな。今更こんなこと聞くのも変だけど、ユキってなぜ歌手になろうと思ったんだっけ？ユキはちょっと驚いた顔をした。話したことなかったっけ？あったかもしれないけど覚えてない。本当のことを言うと、話してもらった記憶はないし、今まで質問した記憶もない。ユキは知り合った時から養成所に通っていたし、俺もずっとそれが当たり前だと思ってきた。うん。ユキはしばらく真面目に考え込んでから、やっと小声で答えた。引っ込み思案だったから。答えになってない。え、そうかな。引っ込み思案だったら普通歌手なんて目指さないでしょ。ああ、それが一般の考え方か。あ、そうかも。この辺のズレ具合がやっぱりユキだって感じだけど、またしばらく真面目に考える。でも緊張、人前で緊張しいだから、逆にその人前に出なきゃいけない環境で、自分を鍛えるっていうのは大事なことやからね。そういう発想ってあるんだよね、普通に。
子供の頃、引っ込み思案で音楽教室に通うことになったの。最初はピアノだったけど、そのうち歌も習うようになって、先生にすごく上手ねって褒めてもらって、で、その気になっちゃったと。そんなに単純じゃないよ。ちょっと口を尖らせる。自分の隠れた才能に気づいたとか。そんなに大げさじゃないし。じゃあ何？なんていうか、歌ってる時ってみんなが私を見てくれるから。歌ってなくてもみんな見てくれるだろう。いや、街で気づかれん子やからな。そんなことないよ。自分がアイドルだなんて思ってない。いつもの顔で首を振る。それに見られるのって恥ずかしいし。矛盾している気がするけど。うまく言えないんだけど、歌ってる時だけは違う気がするから。違うってどこが？私自身っていうか、私から見える世界っていうか、だからかな。首をかしげるようにして俺のことを見る。俺が聞いてたはずが、いつの間にかユキから質問されてる。ユキにとってもアイドルを目指した本当の理由は分かってないのかもしれない。ただ俺は、ただ俺には一つだけ分かっていることがある。ユキは歌うのが本当に好きだったんだ。うん。今も好き？ユキのことだからすぐにうんと答えると思ってたのに、返事がなかなか返ってこなかった。今はね、好きなだけじゃダメかもって思う。目を伏せて言葉の意味を自分で確かめるようにそう言った。歌ってね、誰かが聞いててくれないと歌じゃないから。なんてちょっとかっこいい言い方だよね。もしかしてエイジさんかリナちゃんが言ってた？ううん。小さく首を振る。これは私の気持ちだよ。分かってるって。俺は答えてユキの頭にポンと手を乗せてやった。ユキの歌は俺も好きだから。髪を軽く撫でてやると照れたように微笑む。うん。なんかあれだな、ゼロではなかったけど、最近体をボディタッチ多くなったな。不安の表れかな。不安の表れかな。どうだろう。なんかちょっと心はちょっと離れつつあるやん。まあ自分自身の嫉妬でさ。けど頭を触ったり、でも前からあったか、ありはしたか、前から撫でてやるとかそういうのはあったけど、なんかここに来てやっぱ目立つな、そういう感情のせいで。ユキの歌を中心にして人の輪が広がっていく。それはユキにとって幸せなことなんだろう。それでもユキがもしも俺のために、俺のためだけに歌ってくれたら、わがままなことは分かってるけど。実はこっからあと5日くらいね、ずっと連続なんだよね、ユキ。あ、言うとったら、あ、やばい、フラグが、文芸伸ばしたい。文芸あたり。多分ね、芸能はね、そろそろ頭打ちなはずなんよ。芸能、文芸だな。文芸、趣味、世間話、ここやろ？恋愛はしゃあないから。くっそ。だから、このあたりを、逃してしまうと、もう、月5とかになるから。やばい。あー、美咲さんの文芸がある。美咲さんの文芸一発入れて、ゴー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 。やばいな、多分こっちのレベルが足りてない。文芸もう一発。恋愛も冷たいんだよな。恋愛は別の子でもいいかな。ゴー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 、12。いやー、怖いなー。あー、ないね。
はい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 。ちょっと恋愛をりなちゃんあたりで頑張ろうか。いやーちょっと困るねー。あ、恋愛潰れとる。くそ。あー、文芸趣味 OK。 芸能世間話、いや芸能だな。世間話ユキは会いとったから難しいなー。くー、恋愛をおろそかにしすぎたな恋愛をおろそかにしすぎたな。あきらくらい恋愛いけるかな。さくさんにしとこう。やべえなおいっすー。そやな、せめてレベル2は欲しかったな。しくったな。これで14日。くー、なしか。まなちゃんあたりで。いやーエンディング回収難しいかもな。あーやばい、鍵かかっとる。最悪。レベル2まで上がったけど鍵かかっとる。世間話、芸能か。お、まなちゃんっては森川由紀ってどういう風に思う？ちょっとドキドキしながら俺は尋ねてみた。ユキの仕事には口を出さないし、必要以上に気にかけないって決めたんだけど、やっぱり気になる。ユキちゃん、まあいい子だと思うけど、かっこいいって言うんじゃないけど、こう雰囲気があるのよね、ユキちゃんって。へえ、さすがストライクゾーンの年齢層、分析まで入ってる。ユキちゃんもね、もうちょっとは目立とうってしてもいいんじゃないかな。でもそこのところであと一歩尾形里奈に負けてるのよね。そういうものか。とまあそれはそうと、要はショーマンシップの差ってところかしら。ユキちゃん普通っぽい優しいイメージだけじゃやっぱり弱いわよね。ユキちゃんユキちゃんってなんか友達の話してるみたい。何よ、悪いことなんてないじゃない。藤井さんなんてもっと生意気よ。森川ゆきなんて呼び捨てじゃない。いや俺その森川ゆきと付き合ってるなんて言えないよな。ゆきちゃんが聞いたら気持ち悪いって言うわよ絶対。そんなこと断言されたって、普通みんなこんな風に呼んでるんじゃない。それに雑誌だって。だからって何も、藤井さんがユキちゃんに近いってわけじゃないでしょ。そうだけど。バッカじゃないの。ひどい。いるのよね、すぐにのぼせる人って。ブラウン管の向こう側とこっち側の区別がなくなっちゃう人って。ああブラウン管の向こう側とこちら側、ユキのデビュー以来俺が何度も繰り返し悩んだ問題だ。ユキはブランカの向こう側に居続けたいだろうし、俺もユキにはできる限りそこにいてもらいたい。だけど寂しくないわけじゃない。そしてその寂しさをユキが知った時、ユキは果たしてブラウン管の向こう側に居続けてくれるのか。俺のためにブラウン管のこちら側に戻ってきてしまうんじゃないかとか、そんな不安が必ず湧き上がり、その問題に未だに答えは出てない。そして多分これからだって出るわけもないと思ってる。何よ藤井さん、バカって言われたくらいでいじけないでよ。え、分かったわよ。なんだか誤解されてる。ふん。そしてマナちゃんは小さく頭を下げた。謝ったのかな。よく分からなかったけど誤解されたままでもいいかなと思った。うん、いいよ。森川へ来て遠い存在なんだなって少し分かったから。あ、マナちゃんまでそんな顔しないで。じゃあ俺家まで送ってく。うん。ユキよりも遠かったはずのこの子が今はこんなところにいる。なんだか不思議だ。しゃあ。来た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 。うー、
これで恋愛とかの枠空いてくれたら嬉しいんだけどな。だけどちょっと遅れ気味かな。満金で行きたかったな。いらっしゃいませ。うわー、恋愛ギリ空いた。でも、うわー、やばい。ここら辺は、後のイベントで回復するからいいのよ。うん。この3つは。だから世間話と恋愛か。くっそー、足りてない。足りてないよ。こんなこと改めて言うのって変かもしれないけどさ。何？やっぱいいや。は？何？言ってよ、ねえ。ユキ、ユキ。声が大きいって。あ、ほらみんなこっち見てる。なんなの、トウヤくん。うん、俺たちって二人で写真撮ったことあんまりないんじゃないかなって。写真？うん、アルバムに残すあの写真。その数少ないうちの一つが俺のベッドの横のフォトスタンドに入ってる。いっぱいあるじゃない、修学旅行の時のとか。うん、でもはるかとかあきらとかも一緒だし、それはそれでいいんだけどさ、俺たちが二人で、普通にしてる時の写真とかさ、なんだろう、どう言ったらいいのかよくわからない。二人の記録とか記念とかそんなものじゃなくて、もっと普通の俺たちの全然特別じゃない時間を写した。うまく言えない、過ごしてないもんそんな日々を。うまく言えないけど、でもそれが欲しい。ふぅ、うん、うまく言えないけど、でも私トウヤくんの言ってること多分わかると思う。そして俺も多分ユキが分かってくれたんだと思う。じゃあいつか二人で写真撮ろうね。学校とかでも公園とかでも、私たちがよく行ってる全然普通のところで二人で並んで。うん、きっと他のどんな絵よりもすごく綺麗な画面になると思うよ。そうだね、きっとね。いつかそんな写真をアルバムに残せる日が来るよ、きっと。ちょっと遅れ気味か、大丈夫か。困ったな。頑張れ頑張れ。ここまでやってきてないから、イベント取りこぼしたくないんだよな。恋愛、どっかで恋愛開けたい。美咲さん、はるかか。はるかでお茶を濁しつつ恋愛開けたいな。あー、閉じ取った。くっそ、最悪。芸能ラスト開けるか。世間話はぶっちゃけユキでまあ足りとるから大丈夫だけど、恋愛難しいな。誰で開けれる。マナちゃんか、美咲さんか。くー、世間話、芸能カンストさせよう。 OK、 よし、これで芸能も OK。 うん、あとはもうやる必要なし。3種類レベル3になったな。17、ユキ来い、頼む。来た。ここでよし。かもあれだよね、場所限定のイベントっていうのがあって、テレビ局じゃないと開かないとか、そういうのがあるわけよ。エコーズでしか開かんとか、恋愛だな。知り合った頃のことって覚えてる？知り合った頃？いいな、やっぱ、なんだろう、ここに来て思い出話を知らずって、やっぱあれだな、そのクリスマスの時のさ、いつからユキのことを懐かしいと思い始めたんだろうっていうのにちょっと帰結してくるよな。くぅ。放課後、ユキはすぐに帰っていたからクラスでも存在感が薄かった。偶然席が隣同士になっていなければ俺も特に意識してなかったと思う。最初に喋った時も多分どうってことない世間話とか連絡事項だったし、
それからあとも、それからもあとも、特別なイベントとかはなくて、自分から切り出しておいてほとんど話題が広げられない。ユキの方は無言で恥ずかしがっていた。何思い出してるの？ね、指先をもじもじ動かすだけで言い出しそうとしない。気になるから言ってみてよ。何度かそんなやり取りをしてやっと答える気になったらしい。両思いだって分かった時のこと。通学路のあれやね。通学路とか下校時か、一緒に帰ってた時の告白のタイミングの時やね。トウヤくん顔真っ赤。いきなりそんなこと言い出されてもさ。困っているとユキは上目遣いに俺の顔を覗き込んできた。トウヤくんは覚えてる？だから照れるって。もう覚えてない。不安げな表情にさすがに後ろめたくなってきた。覚えてるって、あの時はさ。仕方なく答えようとしてちょっとからかってみたくなった。どんなだっけ。知らん顔でそう聞き返してみた。はぐらかすんだ。そうじゃなくてさ、ユキは覚えてるかなって思って。トウヤくん本当は忘れちゃった。こういうところで一歩踏み込まずに引くから、あんまり二人で深い会話ができてないんだろうな。ぶっちゃけヒントは、表情が暗くなってきた。そろそろ本当に話を戻した方がいいなと俺が思った時、ユキが言った。忘れててもいいよ。おい、もともと最初は私の片思いだったし、トウヤくんが覚えてなくても当然だと思う。控えめな微笑みを浮かべて俺のことを見る。それでもトウヤくんは私のこと受け入れてくれた。私はきっと忘れないから。それに、ヒントは過去形と現在形。言った途端、ユキは驚いた顔で俺のことを見返した。俺が本当に忘れていると思っていたらしい。そういう素振りをしたからな。まあそれもユキらしいけど、あの時はさ、俺だって忘れるわけがない。あの時。あ、待って。大声出すなって。慌ててユキの口を押さえる。周りを見回すと他の人には気づかれなかったらしい。気をつけないと。こんなところでこんな話を持ち出した俺が悪いのかもしれないけど。だって本当に恥ずかしいんだもん。ユキは神妙に言った。付き合い始めた頃と同じ控えめで真面目な女の子の顔だった。ほぼほぼだ。ここで多分確編が終わるんだよな。難しいな。ここで確編が終わるはず。こっからしばらくユキとはゼロではないけど会える機会が減ってくはず。ああそうやって、弥生さんこれだった、忘れとった。世間話さ、そもそも恋愛がないんだったこの人。相変わらず弥生さんは忙しそうに見えるな。ええ、はい。うん、ユキのスケジュール。ほら。知ってどうなさるつもりですか？え？ダメだろ。一般人のあなたに興味本位でスケジュールを教えるなんて思いますか？迷惑ですよって。ユキさん。まさか。ユキ。いいね。相手が怖いというよりこっちがぶしつけってだけの話だよな。来い。来た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 。よし。来たー。このフラグ、このフラグがあれば、あの鍵も開くし、うん、あの会話の鍵も開くし、ほぼエンディングは確定。トウヤくん、やっぱりここにいた。そういう話しとったもんね。この時間帯だったらここで、ここに来れば飯食えるぞみたいな。
俺を見つけたユキは人懐っこく近づいてきた。仕事中のユキにしか会ってない最近、たまに見るこんな彼女がなんだかすごく愛おしい。ここに来るとトウヤ君とお話できるからね。ふう。そして照れたみたいにユキは笑う。何言ってるんだよ。ラブストーリーの王道みたいなセリフに俺の方まで恥ずかしくなってしまう。ほら、とにかく座りなよ。疲れてるんじゃないの？ううん、大丈夫だよ。私、全然。全然大丈夫でも座るの。喫茶店じゃ普通。俺はわざとらしくカウンターの椅子をユキの方に回転させる。あ、そうだね。ふう。遊園地の乗り物に乗るみたいにユキは楽しそうに腰を下ろす。そしてカウンターの上でくすんだメニューを手に取る。今のユキにしてみれば、このカウンターに座ることもメニューを選ぶことも、あるいはこの入り口のカウベルをカランと鳴らすことさえも楽しくて仕方ないんだろう。それこそ子供が遊園地の乗り物に乗るみたいな気分で。ユキ、今の生活満足してる？ついそんなことを言いそうになってしまう。ああ、いや別に。夕食くらいゆっくり選ばせてよ。ああ、そんなんで言ったんじゃないってば。そうなの？そうなの。そんな俺をユキは楽しそうに見つめる。そう、きっと楽しくて楽しくて仕方ないんだろう。ユキにとって今の生活が辛いなんてことはないんだろう。多分それが普通なレベルになってしまっているんだから。だからこんな何でもない俺の生活とクロスすることは楽しく感じられるんだ。今の世界にあってこんなにも清潔でストイックなユキの姿は決してブラウン管の向こう側には通じない。華やかな部分だけが向こう側の人間の前に現れる。尾形栄治って天才によって作られた完璧なまでの美しさだけが嘘なんだ。ユキって人間以外全部嘘なんだ。俺のバイトする喫茶店の入り口のカウベルを元気よく鳴らすユキ。夕食にパスタかシナモントーストかで迷うユキ。店内の BGM に合わせて無意識のうちに腰掛けの足にリズムを刻むユキ。こんな何でもないことが楽しくて楽しくて仕方がないユキ。こんな何でもない俺と話をするのが楽しくて楽しくて仕方がないユキ。一日の中のこの数十分を過ごしてしまうと、再びエイジさんのスタジオに戻っていつもの生活を送らなければならないユキ。いつものあらゆるレッスンと仕事だけの日々に。こんな雪はブラウン管のどこにも映っていない。俺の目の前の雪は雪のどこにもブラウン管の中の華やかさが映っていないように。雪はこれからもっともっと華やかに成長するはずなんだ。ともすれば俺なんか絶対手の届かないようなところに。それは悲しいけど俺の望むところだってあるんだ。だから俺はユキが俺にさよならって言うまでずっとこっち側のユキを見ていたいと思った。それは決して無理な望みじゃないはずだから。トウヤくん？どうしたの？それは私が聞こうとしたの。どうしたの？まばたきも忘れてユキを眺めてたからかな。目が乾いたみたいに変に痛い。だから何でもないってば。もうそんなに見るなよ。じゃあ私も何でもない。そんな風に話してた時、いらっしゃいませ。こんばんは、勤労青年エイジさん。後ろから弥生さんも現れて無言のまま頭を下げて挨拶をした。今夜もご苦労様だ。彼はちらりと俺の方を見たかと思うとすぐにそばにいるユキに目を向けた。ごめん、ユキちゃん、今すぐ戻ってくれ。
それもごめん。今夜はお弁当で我慢してくれないか。言うなり、エイジさんは戸惑ったままのユキをささっと立たせてしまう。さあ、急ごう。はい。ユキはまだ戸惑ったままだけど、俺は…はい、これが、ほぼラストに近いかな。うん。引き止める。何も言えない。ちょっと待ってくださいよ、エイジさん。俺はユキとエイジさんの方に近づいていった。ん？どうした青年？ユキちゃんが何か忘れたか？ふざけてるみたいな口調だけど、その目は笑ってなかった。よくはわかりませんけど、ユキ、今休憩なんじゃないんですか？よくわからないんだったら、よくわかってる人間に任せるべきじゃないか？越権行為だぞっていうのをね、じわじわっと遠回しに言っとるね。笑ってない目のまま、口だけが嘘の笑いに歪む。とにかく何の説明もないままユキの時間を自分勝手にいじくるなんてやめてくださいよ。トウヤ君、俺の顔に焦りか、あるいは怒りそのものの怒りそのものが現れてたのか、ユキが心配そうに俺を見る。説明ね。説明したら、はいどうぞって彼女を俺に渡して、行ってらっしゃいお気をつけてなんて送り出してくれるわけ。面倒そうな薄ら笑いを浮かべて、彼は俺を見下すように見る。ああ、そんな怖い顔するなよ。ユキちゃん怯えちゃってるよ。ん、弥生さん。はい。彼はユキの髪の毛をわざとらしく撫でて、後ろの弥生さんに引き渡した。めんどくさいな、君も。もう少しリベラルな彼氏だと思ってたのにな。そこら辺に関してはね、なんて言うんだろう、まあこれまでも説明した通り、エイジはあくまでも業界側の人間で、プライベートには全然口を出してない。で、トウヤはプライベート側の人間、芸能界の活動に関しては口を出さないっていうちゃんとした線引きがあったわけよ。でもここ今年に入ってからのトウヤの言動に関しては、うん、今音楽祭っていうすごい大事な時にもかかわらず、プライベートで自分がちょっと会えない日々が続くからっつって、今こうやって越権行為をしたわけよ、 LINE 越え。うん、ユキはその中間に立っとるからさ、何とも言えんわけやん。うん、ああ分かったってば。たった今俺新しい曲の全体的な主旋律が浮かんだの、メロディーがね。だからちょっとユキちゃんの声が欲しいって思ったんだ。それやっとかないとハーモニー部分くっつけられる自信ないからね、俺。それから困ったみたいに俺を見て。要するにだ、俺今ユキちゃんが必要なわけ、森川ユキが。これでいいのか、青年。あ、トウヤ君。再び心配そうにユキが呼びかける。私ならそんなに気にしなくたって。わかってる。多分説明されなくたってそんなのは分かってるはずだった。ただ俺はユキがどこか俺の知らないところに連れ去られていってしまいそうな気がしただけだ。こんなのはこれまでいくらユキがステージやカメラの前に立っても起こらない感情だったのに、俺はただ。そういうことだからさ、俺たち行くぜ。いやー、この話も深いよね。勝手に期待して勝手に感情募らせて、なんていうのかな、相手の行為だけで物事がね、起こったりとか感情を荒ぶらせたりとか高ぶらせたりとかするんじゃなくって、自分の中にある劣等感とか虚勢だったりとか、そういう感情もくすぶられることによって起こったりもするわけだからさ。例えば正論を吐かれてそれに対して怒る人って、それが図星だからじゃない？ね、それと一緒で、今のトウヤのは仕事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 で缶詰になって会える期間が少なくなった時に、俺の存在はみたいな、自分はノーノート大学生っていうのをやっとっていまいち前に進めてない、
けどユキに関しては芸能界という別のステージで、ね、向こうは二歩三歩ね、あの3倍か3倍速くらいでわーって進んでるのに、こっちは1倍速で進んどるから、日が経てば経つほど、その差は広まっていくばっかやねんか、うん、本当はトーヤが覚悟を決めて俺はユキを支えるぞっていうので、なんて言えばいいんだろうな、自分も3倍速に、うん、するための努力みたいなことをしなくちゃいけないわけよ。例えばユキのマネージャーの見習いになるとかさ、そういう風な感じでね、あの方向転換するとか AD の仕事頑張るとかさ、けどそういう決意が自分ができないっていう、それがあったよね。どこやったっけな、どっかにあったよな。どんどんどんユキ、違うな、もっと前か、どっかにその辺あったよな。はるかの話、何やったっけ、あれだ、あのユキがさよならって言う、ユキにさよならって言われるまで俺はなんか頑張るぜみたいな、それよ、うん、本当はさよならって言われないように自分がユキのことを応援してるのであれば自分のペースを上げるべきなんだよね。けどそれをしない、うん、まあ大学生だし子供だからね、けど相手は社会人だから、なかなかクレイジーな話だよな、残念だぜ。そう言いながらエイリさんは俺に近づく。俺もユキもみんなごっこでやってるんじゃないから、その辺少し考えられるようにならなきゃな。おお、これをちゃんと耳元で言えるっていうのはやっぱりその大人と子供の格の違いだよな。うん。いけすかないね、悪い人間だったらこれをユキとかにも聞こえるような声でこれ見よがしに言って、トーヤを恥ずかしめるっていう行為に陥れたりするんやけど、これはちゃんと本人に、うん、伝えてあげる。本人だけに伝えてあげるっていうのを。お前、今 LINE 超えたぞ。そこら辺ちょっと考えろよ、みたいな。彼は俺を睨む。いつものエイジさんじゃない。まあ、エイジはエイジでね、別にその、ちゃちゃ入れてやろうっていうわけじゃなくて、あの、音楽祭に向けて本気でやってるわけだから、別にエイジが悪もんって、いうのもないんだよね。誰が悪いとかじゃなくて、普通に立ち位置と感情の違いだから。本気の目、本気の言葉だった。ええ、うん、それも自分で気づいてしまったからね、人に言われて、ここあって、このあっていう時に気づいてしまったよね。あ、俺やっちゃったなっていう、うん、感情ってのはね、理性を失わせるから。俺はただうなだれる。完全敗北。いい子だ。エイさんは俺の頭をぐしゃぐしゃとかきなでる。じゃあ急ごう、尾形インスピレーションが消えちゃう前にだ。そんないい加減なことを言いながら、エイさんは二人を連れて店を出て行ってしまった。しばらく固まったみたいにうなだれて、それからやっとカウンターに戻る。俺はただあのエイジさんって男が怖かった。うん。ねえ。だって取られそうな、うん、遠野目線で言ったら取られそうだもんね。うん。このまま結局一緒に入れる時間が逆転するからさ。そしてエイジさんに任せればユキのアーティスト面、芸能人としての面では長く続く、成功できるからさ、うん、店長が何も言わないまま俺を見ていた。分かってますよ、余計なことはするなって顔ですよ。何も言わないでください、何も聞きたくないですから。これ以上の追い打ちは不要だよ、一番自分が惨めって分かっとるから。俺はそれから何も言わなかった。店長も何も言わなかった。一人のお客さんもいなかった。ただ BGM のレコードだけが静かに静かに流れていた。